気になる車を詳細検証するオーナーズアイ。今回は2021年5月に一部改良されたトヨタ・ヤリスです。ヤリスは1999年から販売されている B セグメントのコンパクトカーで、4代目にあたる現行モデル以前はビッツの名称で販売されていました。一部改良では、 先進装備や快適装備の充実が行われています。検証するグレードは Z のガソリン車で CVT トランスミッションを組み合わせた肉モデル1 5ー直列3気筒 DOHC ガソリンエンジンを搭載しています。車両本体価格は197万1000円。ボディカラーはブラックとシアンメタリックのツートーンカラー。 それでは、ヤリスを見てみましょう。 機能性に優れたシンプルなデザインのインテリアですが、適度にソフトパッドを使用し、質感の高い印象を受けます。後方視界は不満のないレベルにあります。グレード別装備の運転席 Easy リターン機能です。 メモリーレバーを操作して乗降すれば、記憶されたポジションに簡単に復帰できます。アクセルペダルは吊り下げ式を採用し、自然な体勢で踏み込めます。 踏み間違い加速を抑制するプラスサポートは専用キーでドアロックを解除すれば自動的にオンになります二眼式のデジタルメーターの中央にマルチインフォメーションディスプレイを配置しています運転に必要な情報をフロントガラスに投影するカラーヘッドアップディスプレイです 前方視界は良好ですそれではシフトレバー周りから見てみましょうリバースに入れるとバックカメラからの映像がモニターに映し出されますボタンを押しながら手前に引くと 強いエンジンブレーキを効かせる B ポジションに入りますパーキングブレーキはレバー式です走行使用状況に合わせて走行モードを選択できます trc と vsc オフのスイッチ一度押すとトラクションコントロールをオフにできます長押しすると横滑り防止装置もオフにできますドアパッドはプラスチック製ですが部分的にフエルト素材を使用しています ドアミラー調整スイッチです。左右どちらかを選択して、レバーを上下左右に動かすと、ミラー角度を調整できます。ドアミラー格納スイッチです。中立位置がオートになります。ドアのロックとアンロック。 パワーウィンドウのロッックスイッチです。パワーウウィンドウはすべてのドアで自動全開閉ができますスピーカーとボトルホルダーです。 etc の車載機をビルトインしています。エンジンフードの解除レバーです。 給油口の解除レバーです給油口はボディ左側にありますレギュラー仕様でタンク容量は40リッターです A ピラーにツイータースピーカーがありますインスト上部にソフトパッドを使用しています 手動光軸調整ダイヤルでヘッドランプの光軸を上下に調整できます。オートマチックハイビームスイッチを押せばヘッドランプ点灯時にハイビームとロービームを自動切り替えします。トヨタセーフティーセンスはフロントガラス上部に装着した単眼カメラフロントグリルに内蔵したレーダーセンサーフロントバンパーに装着した超音波センサー リアバンパーに装着したレーダーセンサーと超音波センサーで歩行者や障害物などを認識します。ステアリングにあるスイッチを見てみましょう。クルーズコントロールのメインスイッチ。セットと速度の設定。システムの復旧。 キャンセルスイッチレーントレーシングアシストスイッチ車間距離の設定オーディオの選曲ソース切り替え マルチインフォメーションディスプレイの表示切り替え、走行に関するさまざまな情報を表示し、各種設定ができます。長押しで詳細設定、カラーヘッドアップディスプレイの設定もできます。 一つ前に戻るオーディオのボリューム調節通話トークスイッチピッと鳴ったらお話ください自宅へ帰る自宅が登録されていません 右側のレバーが方向指示とランプスイッチです。軽く操作すると5回点滅します。下に操作しても自動でオートの位置に戻ります。上に操作すると手動でヘッドランプを点灯できます。 左側のレバーがワイパースイッチです。リアワイパーも装着しています。チルトテレスコピックステアリング調整レバーです。レバーを下ろすと、ステアリング位置を上下、前後に調整できます。 トリップメーターの切り替え。長押しでリセットできます。スマホ連携機能を搭載したディスプレイオーディオを標準装備し、オプションのナビキットを装着しています。ホーム画面。 メニュー画面オーディオ操作画面画面を押して選曲左側のボタンでも選曲できます左側のダイヤルで細かい選曲ができますボリューム調節 オーディオの電源ナビ画面ハンズフリー操作画面アプリ画面ですハザードスイッチです 小物を置けるトレーがあります。空調のオート、温度調節、風量調節、吹き出し口の切り替え、 フロントデフロスターリアデホッカーとドアミラーヒーター燃費を優先するエコ空調モード内気循環外気導入エアコン 空調のオフになります。運転席のシートヒーター。助手席のシートヒーター。USB 端子を装備しています。小物を置けるボックスの奥に、アクセサリーソケットがあります。カップホルダーが2個と小物入れがあります。 サンバイザーにはチケットホルダーと、照明付きの鏡があります。緊急時にオペレーターと通信できる、ヘルプネットボタンです。 全席よりも着座位置が高く、見晴らし良好です。頭上スペースに余裕はありませんが、圧迫感は感じません。センタートンネルは低めで、 足元の前後スペースには多少の余裕があります助手席のシートバッグにポケットがありますコートフックがあります 窓をほぼ全開できます。スピーカーとボトルホルダーです。 デッキボードの下に収納があります。積載する荷物に合わせて床面の高さを調整できます。フロアカバーの下に車載工具とタイヤパンク応急修理キットを搭載しています。右側に買い物フックがあります。 カバーの奥に車載ジャッキを搭載しています。左側には照明があります。 エアシートを倒せばほぼフラットな荷室の完成です。 アイソフィックスのチャイルドシートを装着可能です。 A ピラーにツイータースピーカーがあります。ソフトパッドを使用した上質なインストです。小物を置けるトレイがあります。グローブボックスです。 助手席のサンバイザーにもチケットホルダーと照明付きの鏡がありますスピーカーとボトルホルダーです。 助手席シートクッションの上に置いた小物の落下を防ぐ買い物アシストです。助手席の下にスライド式のトレーがあります。今回、ヤリスを見てきましたが、世界に誇れる国産コンパクトカーの優等生といった印象を受けました。高い質感に充実した先進装備、 使い勝手も良好で、どこを取っても欠点が見つからない、満足度の高い車でした。長時間お付き合いいただきありがとうございました。今回はここまで。次回のオーナーズアイでお会いしましょう。